1905年8月30日の日食は、1905年8月30日に観測された日食である。カナダ、ニューファンドランド、スペイン、フランス領アルジェリア、フランス保護領チュニジア、オスマン領トリポリタニア、オスマン領エジプト、オスマン帝国、ジャバルシャンマル王国、アデン保護領、マスカット及びオマーンで回帰日食が観測され、北。た。 アメリカ中東部、ヨーロッパ全部、アジア中西部、アフリカ中北部で部分日食が観測された。海気体が通過した海気日食が見えた地域は、カナダのマニトバ州南東部、オンタリオ州、ケベック州、ニューファンドランド植民地南部、スペイン北部、フランス領アルジェリア北東部、フランス保護領チュニジア北部、オスマン領トリポリタニア北部、オスマン領エジプト、 オスマン帝国南部、ジャバル・シャンマル王国南部、アデン保護領北東部、マスカット及びオマーン南部だった。回帰色の最大は、スパインのパレンシア県東部にあった。また、回帰日食が見えなくても、部分日食が見えた地域は、カナダ中東部、ニューファンドランド全部、フランス領サンピエール島、ミクロン島、デンマーク領グリーンランド、アメリカ合衆国中東部、 イギリス領バミューダ諸島、ユカタン半島北端、ダイアンティル諸島中北部、ヨーロッパ全部、北アフリカ全部、西アフリカのほとんど、中部アフリカ中北部、東アフリカ中北部、西アジア全部、イギリス領インド北西部と、インド西部の国境地帯、中国新疆省西端、ロシア帝国の西半分だった。アメリカ海軍天問題の観測隊は、 海気体の中央線に近い標高2500フィートのスペインダロカと標高1500フィートのフランス領アルジェリアのゲルマ、海気体南苑にある標高1000フィートのスペインバレンシア県ポルタコエリの3カ所で海気日食を観測した。リーダーと一部の隊員は7月3日に船でニューヨークを出発し、7月20日にスペイン北部の港グラドに着き、 他の隊員はすでに現地についていた。結果、三つの観測地はすべて晴れで、観測が成功だった。観測隊はコロナを撮影し、スペクトルの観測をした。ありがとうございます。